こんにちは、こんばんは。今日は以前多分何かで来た記憶がある、何かで来た記憶がありますけど、大幅にリニューアルされているので紹介したいと思います。このワールド連れてきてくれたのはエリカちゃんと薬味ネギさんです。一緒に行くのは薬味ネギさんのフレンドさんの、なんて呼んだらいいんですか、甘音かやなさんですか、かやなさん、甘音かやなさんとエリカちゃんとファットバッキンさんとじゅんぺいさんと行きたいと思います。押すの、ここ何押すの、宝石、左の方を、宝石、左の方はですね、左の方を押すとギミックへの道筋のガイドがこっちに、こっちに転化して出てきます。あ、本当だ、宝石を押すと、あ、案内してくれると光が、すごーい、すごーい、すごーい、うわー、すごー、案内してくれるの、これでクエスト対応が信じられないんだけど、どういうこと、あー綺麗、うわー、中にはわー、きれい、わー、きれい、きゃー、わー、ここは確かローカルなんで、ここで第一段階、ここは第一段階、きれい、きゃー、ちなみに、この庭園の扉の中はちょっとした個室、やらしい、やらしい、いやー、ウェットだと全部、あ、ミュートになってたの、音、かなやさん、かやなさん、ミュートになってたんですか、無言前の方かと思ってた、無言前の方かと思ってた、うんうんうん、かわいい。じゃあさっき発音した第1段階、次の方いきますか、リスポーンの方がここから戻るのが早いので、はい、一回リスポーンしましょうか、ターンのてっぺんまで行って、はい、あのてっぺんにある宝石を再度ユーズすると、うん、わー、まあ、パーティクルライブみたいなのが、あ、始まるの、あ、そうなんだ、へえ、私一回このアセットが同じだけで違うとこに来てる、ここじゃない、あ、ここの作者さんがもう一つ似たようなところを作ったので、あ、そういうこと か、 そっちかもしれない、全然こんなことなかったもん、うんうん、へえ、あんこをユーズすると海面が明るくなる、面白い、これでクエスト対応、どうやって作ってんの、あ、浮いてる、あ、あ、浮いてる、キャーキャー、浮いてる、じゅんぺいさん沈んでる、タワーの方を登っていくんですけど、ちょっと細かくて急な階段が多いので、はい、結構酔いやすいので、うん、ちょっとそこは注意してくださいね、人によっては、酔いやすい人はダメだね、これね、酔ったことないな、登ってくよ、大丈夫、さっきの宝石は個人個人だったんですけど、この塔のやつだけは誰か一人がユーズしたらもうみんな一斉に始まるってやつなんで、アパートはどんなんだろう、キャー楽しみの、そう、今回俺がユーズするんで、言ったら、はい、そのロープで向こう側の方に行ったら、うん、いい感じの視点に見れるって感じですね。わかった。もしくは、今この時点で、まあ、またリスポーンしてもらって、リスポーンから左の方に行ったら、うん、あそこの足場に出るので、そこで待機してもらって、俺がこれを起動させるって形のいいですね。うん、はい、わかりました。最初はそうですね。俺が起動するから。やろ、ネギさん。はい。ん？あそこの焚き火あたりにいた方が圧倒的にいい見た目になる。じゃあ焚き火に行きましょうか、リスポーンして起動してもろって甘えて、はい、ね、リスポーンして左の方ですね、うわー、始まった、うわー、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 すごい、わー、わー、来た、すごい、うわー、
すごい。赤い矢印。これか。どう面白い。すんごいカメラ目線で。逃げります。キャー。最初に終わったからちょうどいいタイミング。なるほどね。おやすみ。またね。はい。おやすみ。おやすみ。ではでは。ではでは。おやすみ。じゃあ次の第2段階の宝石なんですけど。第2段階もあるの？これをくぐった先にあります。第2段階もあるの？あれで終わりかと思った。終わりじゃない。これローカルして大丈夫です。ローカルです。ここはローカルなんで大丈夫です。わあ。言うとしたら、そこの黄色い道をまた通って、てっぺんに戻る。どうぞ。青矢印を握ってもらって。わあ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 。おーすごーい。わあ。わあ。降りていきながら注文。降りてきながら注文。長めのですね。わあ。何これ蝶々？蝶々？何？あ蝶々だ。これ途中で反対側の方に移動するのでね。わあ。ガじゃない。やめて。隕石とかガとか。流れ星と蝶って言って。ガラスの影っぽい感じですね。やだ。わあ綺麗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 。何？ああ、換気扇に吸い込まれてるガーだ、やっぱり。ね。やばいっすよ。やー！はい。はい。で、こっから行くとこ取っとこう。こっち？キャー！それでクエスト、本当にクエスト？どうやってクエスト対応？うわー！うわー！綺麗！どうやってクエスト対応にしてるの？そしてこれを。うわー！ありえないんだけど、どうやって？どうやってクエスト対応？うわー！オーロラがめっちゃ綺麗！色合いがめっちゃ綺麗！わー！何これ？何これ？何これ？きれい。わー、回ってる回ってる。わー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 、キラキラ。わーわー、キラキラ。わーわー、すごい、きれい。なに、これ地球？きれい。わー、すごい。きゃー、きれい。右側の宝石の方を2つあるってこと。これ、うん、そう、ここでルート分岐するんですよ。これの右の方、これでルート分岐、握った。さっきは空の方見てたけど、今度は水中の方に行くと、まあ、ここ行ったー。へ、ね、光が案内してくれるんだ。だいたい始まるので、タワーを目指すのね。あのタワーを目指すのね。おー、海の中も綺麗。キャー。わー、泳いでタワーに行くっていうのもすごくない？泳いでタワーに行くっていうのがすごくない？もう上見て、上見て、上見て。なんで後ろ向いたの？なんで後ろ向いたの？なんで向いてしまったの？
あーすごいすごい、キャーン、うわーもうすごい綺麗、うわー本当だ、感触だね、さっきピンク系だったけど今回ブルーの、うわまた違うね、吹雪みたい、海が凍ってる、うわ海が凍ってる、海が凍ってるよ、本当だ、海凍ってるけどこのなんかあのひび割れがさあれに見えるね、おじさんの額の血管、すごい、わあ、わあ、わあ氷が、わあ氷とパンダと炎、キャーすごーい、パンダと状態変化、この海の中に今度は行きますよ、え、こっちの方、海の中に行くの、氷の穴ができてます、あそこに飛び込んでいきますよ、本当だ、わー入った、入った、手で書き、手で書くようにいけるんですよ。ユーズして手を動かすとその方向に体がグイって動くので、それを使って泳いでいきます。本当だ。わー、これ死んでるよ。こんな氷のさ海の中に入ったらもう死んでるよ、普通こんな。もう死んでる私たち。方に行くのね、はい、うわ色が変わったよ、わ色が変わ暗くなったよ急に、あ泳いでる感覚、冷たい海の中を泳いでる感覚、すごいね、これクエどうやってんの、本当にこれでクエスト対応どうやってるの、うわあ、できた、何扉これ、またここまで戻れるのでこれ取って大丈夫です、これも確かグローバル、わーグローバルだ、わーあーわークラゲ、何わーお、何ガリ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 と、ナンバーショットなんで箱食べるんだろう、もしたもじゃ綺麗も綺麗、もしたもじゃこれもうジョジョのこっち、え？こっちの方に来て上見上げてください。水が水が降ってきた。あー滝だー、水が降ってきてるー。うわあ。そういうね。うわあ。うん、すごい、これ神様の鼻水よねきっとね、よっしゃ、また行きますよ、はい、また行くの、テンション上がるねこれね、どうやってクエスト対応してるの、一生言うよ私これ、うわ綺麗、わあ暖かい色がなってきた、暖かい色ですよ、暖かいね、うわ綺麗、好き、これ好きです、私ここ好きです、きれい、私ここに住みたい、きれいすぎる、ファンシーカラー、ファンシーカラーです、ファンシーカラーです、どうすんの、持っとくの、持っとくの、これ持っとくの、はい、取った、色が綺麗なんだけど、ここ色がめっちゃ綺麗なんだけど、え、色が綺麗すぎてさ、色が綺麗すぎてよだれが出そうだよ、あー、そんなに濃い演出してるの、いやらしい、いやー、うわー、何
になった。深海から急に宇宙に。5秒カウントでみんなで一斉にやっていきましょう。はい、ローカルなんで。はい。いきますよ。はい。5、はい、4、3、3、2、1、スタート。わ、紫の、何？360度パークルライブです。いやー！わー！すごーすごーい！深海の中のパークルライブ。なんかもう5個ぐらい終わると来た感じですね。確かにボリュームが凄まじいですからね。本当にすごいっすよ。ここはすごーい。本当だ。でもどうやってこれクエスト対応にしてるか知りたい。クエスト対応めちゃ言うやん。だってさ、信じられないんだもん。こんなすごくて、すごい、こんなすごくてさ、どうやってやってるの？なんか違法な手を使ってるの？苦労しとるのにね。そうだよ、こんなん。あのぐらいでも苦労してるのにさ、このレベルでクエスト対応にするって相当何か、相当なこと？わあ、来た、星が降ってきた。システム自体はクエスト対応してるから、それはすごいうまく活用してるんでしょうね。プッシャーとかを使わずに。あ、そっかそっか。容量自体は、うん。なるほど。削減できるから。キラキラがめっちゃ綺麗。めっちゃキラキラ。え、こういうの追加されたのが半年前なんですか？これは本当1、2週間前とか、すごい最近です、このエリアは。あ、そうなんだ。で、それまであの鍵のかかった扉が開かなかったんですよ。もしくは相手も扉がなかったっていう状態だったんです。そうそうそう。そうなんだ。うん、うわー、半年前があの、海面が凍って海中エリアが追加されたっていうのが半年前ぐらいで、こんな感じですね。うわー、うん、幻想的や。すごーい。綺麗ね、リボンが。新体操の選手みたいに なれるね。新体操してる感じで。違う、また違う。わー、なんか海面が見えてきた。本当だ。私ここが水中なのに。あ、水中。あ、見えて、だんだん見えてきた。そういうことです。わー綺麗、わー綺麗。ピンク。やばー、綺麗。幸せ。幸せだわ。キャー、女性ホルモンが溢れ出しそうで、どうしたらいいですか、キャン。肘がでかくなる。あー、もう、うん、肩こるね。うん、いいです。うん、あの D カップぐらいがちょうどいいです、うん、どんなに大きくなっても肩幅あるから谷間は無理ですってワコールのお姉さんに言われたからもういいです。はい。そうなんや。お客様の場合は肩幅がありますので無理ですって言われた。あら、落ちた。え、落ちたよ、大丈夫。リスのポンしました。せっかくなんでリスのポン。向こうの空中にクジラを出すギミックもあるんで、そこ行きますか。こっちの方に。どれ、そんなこともできる。で、こんなに盛りだくさんでどうやってクエスト対応にしてんの。あ、固まって。あ、さっきを潜ったのに今度歩くの。え、え、せっかくやけどココさん押してみたら。押した、押した。わ、空中に、あ、あー、ほんとだ。ガラスのクジラ。あ、クリスタルって言った方が綺麗。ごめんなさい、ガラスって言っちゃった。ごめんなさい、ガラスって言ったらダメ、クリスタル。あ、言い直しました。いや、
へぇー。ちなみにあのクジラって、喉枯れとる。背中に嫉妬ヒントが座ることができるんですよ。後から説明するグライダーがあれば。ということで今度はグライダーを取りに行きますか。また一回リスポーンしましょう。はい、そっちの方が。リスポーン。リスポーン。クジラに乗れるの？じゃあついてきてくださいね。乗れますよ。ちょっとコツがいりますけど。クジラに乗れるの？まあ、綺麗ね、このグライダー。また全然違うね。綺麗。透明。透明な。うん、綺麗。こんな綺麗なグライダー。雲の中も行けるし。このクリエイターさん、一個一個こだわってる。中入っちゃった。行けますからね。あ、行った。わー、すごいすごい。わー、薬味ネクス。わー、上手。わー。あー、純平さん行った。クジラ乗って。クジラ乗って。あ、ダメ。わー。乗りたーい。早いよクジラ。止まったー。やったー。クジラに乗りましたー。クジラに乗りましたー。キャー。クジラに乗ってるよー。キャー。すごい。でも酔いやすい人気をつけた方がいいかも。はい、ということで薬味ネギさんに連れてきてもらった素敵なワールド、少々長めの動画になったと思いますが、いかがだったでしょうか。純平さん、ここ来たことあるね、一回ね、昔。でもどんどんリニューアルされてるね。知らんかった、ね、おー、知らんかった。はい、リニューアルされてて、ぜひお越しください。ワールドの URL は下の説明欄に貼ってありますので、そこからどうぞ。それではまたー。